リラックスして体の起伏を感じてください。呼吸に集中して楽園を想像して、夢の地を想像してください。レイシオ、どうしたんだい？そんなしけた顔して。あれ、君のかっこいい石膏刀は？4分16秒の遅刻だぞ。その時間でアキビリの死の謎を解明したならいいが、そうでないならナナシビトと問題を起こすべきではないと忠告しておこう。問題？君までそんな風に言うのかい？僕は本当に彼らと友達になりたいと思っているのに、どうして誰も信じてくれないのかな。やかましい奴に友人などできるものか。ここで豆知識を教えてやろう。アティニークジャクは宇宙でも1、2を争うほど耳障りな鳴き声を上げる鳥だ。そして君の身なりは派手なクジャクによく似ている。そのクジャクの羽も誰かにきれいにむしり取られたようだが、荷物はファミリーに没収されたのか？ああ、あの灰色のスーツを着たやつに全部取り上げられちゃってね。祝い金も奇跡を入れてたケースも。おや、どこに行くんだい？帰るに決まっているだろう。バカのせいで全て台無しになったとカンパニーに報告する。たかが石ころ数個くらいでそんなに悲観的にならなくても。亡くなったから何だって言うんだ。あの砂金石がなければ、君はカンパニーから死刑宣告を受けたツガンニアの奴隷でしかない。それとも君の首にある商品コードも琥珀の王から賜ったものなのか？へえ、いいね、面白い。
どうやら博学な友人はしっかり予習してきたようだ。それが僕の仕事だからな。そうでなければどうやって一人のギャンブラーがカンパニーの代わりにピノコニーを取り戻すんだ。安心して教授、方法ならあるから。ファミリーはカンパニーの介入を恐れているからこそ断るごとに対立している。もしかするとピノコニーは最初から調和の陰謀だったのかもしれない。いいかい、あの招待状は自作自演の見せかけだ。おそらく彼らは調和セレモニーで何か大きなことをしようとしている。あるいは招待者は別にいるけど、彼らはそれを黙認してさらに大きなことを企んでいるのかも。まあどうでもいいけどね。ファミリーでも時計屋の遺産でも僕の役に立つならそれでいい。要点を言え。方法とは何だ。今はそこまではっきり教える必要はないだろう。まだ切り札を出す時じゃない。憎たらしいギャンブラーめ。協力の前提は互いの信頼だというのに。ツガンニア人の幼児教育にはそんなことも含まれていないのか。なら君は僕を信用するかい？それは君の態度次第だ。つまり君も僕を信用していない。それなら構わないだろう。あと僕は教育を受けたことも両親からそんな教えを受けたこともない。僕に何か教える前にいなくなっちゃったからね。すまない、悪気はなかったんだが。気にしなくていいよ。でも両親は僕に友人こそがエビキン人の武器だと教えてくれた。調和が虎視眈々と狙っている状況じゃ僕たちの友人も大いに越したことはない。ガーデン・オブ・リコレクションと請求列車はすでに接触していて、アナイア・レイト・ギャングは望み薄かな。準備の騎士団は招待に応じるかどうかわからない。パブの連中は、そういえばさっき会った人は巡回レンジャーだって言ってたっけ。何か変な感じがするな。君ちょっと彼女の素性を探ってみてくれないか。あれ、いない。そこまで僕を嫌わなくてもいいのに。やれやれ、どうやら自分でやるしかないみたいだ。ここが夢の地。なんか不気味な雰囲気。それにさっき変な音がしたような。これはメモ？
見えますか？こっちです。こっちに来てください。聞き覚えのある声がした気がする。額縁の中？ですね、よかった。気づいてもらえないかと思いました。思考の回廊へようこそ。ここは黄金の時につながる通路だと思ってください。ちなみに僕はここの案内役です。ここは一時的な中継ステーションなので、少し簡素に見えるかもしれませんね。無境内のホテルレバリーは今修繕工事中なんです。滞在中に不便をかけてしまってすみません。でも黄金の時に行けば、きっとあらゆる悩みがきれいさっぱり吹き飛びますから。無境内のホテルレバリーのことですか？ごめんなさい、詳しいことは僕にもわからなくて。もう無境パスポートで読んだかもしれませんが、改めて紹介しますね。黄金の時はピノコニーの十二無境の一つで、対応する時間は真夜中。そこでは夢の中の時間が永遠に0時前の瞬間にとどまっていて、明日が訪れることはありません。そしてその夜の熱狂も永遠に終わらない。ああ、別に夢の中の時間が停止しているわけではありませんからね。お客様の心身に負担をかけないよう、無境内の時間の尺度は現実世界と同じに設定されてますので、ご心配なく。メモ？お部屋の中で拾ったんですか？ああ、もしかして前の宿泊客が残していったゴミでしょうか。僕の不注意です。掃除が行き届いてなくてご迷惑をおかけしました。申し訳ありません。向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。忘れられない夢を楽しんでください。向こうの門を通り抜けるだけで黄金の時にたどり着けますよ。もし他に何かわからないことがあったら、僕が喜んでお答えします。ピノコニーで忘れられない夢を楽しんでください。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるんだ。楽しみだな。
丈夫？ここは無境だから。こちらの客人は現実から無境への変化に慣れていないようですね。ですが心配はいりません。そうした無重力感は初めて無境に入った旅行者によくあることですから。ロビン、私たちの友人がこの美しい夢に順応できるよう手伝ってあげてください。任せて。これで無境を完全に掌握したわ。ようこそピノコニーへ。ハーモニーよ。ご心配なく。彼女はあなたが無境の中で自分の体を自由に動かせるよう調和の共鳴を利用してあなたを調律しただけですから。ピノコニーの夢の本質は奥質が構成する世界。その性質を掌握しなければその中で自由に行動することもできません。例えば泳ぎを覚えたばかりの人は浮力に適応できずに水に沈んでしまいますが、体が水の流れに慣れれば自然と水面に浮かぶことができるでしょ。お褒めの言葉ありがとうございます。ですが奥質に対する私たちの理解は表面的なものにすぎません。ガーデン・オブ・リコレクションのメモキーパーを除いて普通の人間が奥質を思い通りに操ることは難しいのですが、ご安心ください。調和の調律の下では基本的に現実の物理法則に基づいて夢の世界の仕組みを理解することができますので。あ、これは失礼。また職業病が出てしまいました。私はこの人に教えたがる癖を改めることができないのです。気にしないで。兄様はいつもこうだから。私たちはお先に失礼するけれど、あなたはファミリーが作った美しい夢の楽園を楽しんでいってちょうだい。じゃあね。
無教ショップ見に行ってみようかな。すごく賑やか。こんなにたくさんの人が無教の中で暮らしてるんだ。鳴り響く孫悟の意志を。夢の最前線で有効。
地図の通りなら、あれが無教ショップだけど、あれは目？請求列車の開拓者様、ようこそ無教ショップへ。それが精神分析というものです、レディ。このエドワード、いつでも喜んでお手伝いいたします。ここはいろいろな面白い無教を体験できる場所。クラークフィルムの作品から個人の寄付に至るまで何でも揃っていますよ。私の推測が正しければ、あなたは初めてピノコニーに来た。そうですね。ご安心ください。私は細心の注意を払い、お客様が最初の無教を購入するサポートをいたします。夢の中でオーディオビジュアルの宴を存分にお楽しみください。分析が完了しました。この夢の青なら気に入っていただけるでしょう。これは匿名の個人から寄付されたものなのですが、中に入っているのは逝去したアイオン、アキビーの記憶だと言われています。この夢の泡はあなたにぴったりだと保証いたします。それが精神分析だからですよ、レディ。さあ始めましょう。目を閉じて夢の泡に額を当ててください。請求列車の開拓者、罪を認めるか。この夢の泡の内容について私は解釈的または暗示的なコメントはいたしません。この中であなたは夢の泡の主の記憶を共有して、彼が見聞きしたことを体験するのです。そして夢の泡の中の曖昧な部分については、あなたの潜在意識が自発的に類似の概念を抽出して保管します。お前が犯した罪は許されんものじゃが、車掌として全員の義務労働の権利を尊重する。真面目に大掃除しろ。申し訳ありません。この夢の泡を収録したとき、すでに一部の音声トラックが失われていたのです。おそらく、奥室も言葉にできない声は飲み込めなかったのでしょう。ですが、体験を向上させるため、この夢の泡に調整を加えることは可能です。つまり、誰かの声を選んで、iOn の声として当てられるということです。あなたがよく知っている人物の声であれば、私が潜在意識を完璧に復元して差し上げましょう。いいえ、よく知っている人物でなければなりません。声の再現度に要求がない場合は別ですが。さあ、お選びください。できる限り、あなたのご要望にお答えいたします。
しこまりました。再現しています。再現が完了しました。これでさらに無境を楽しめるようになります。ではお前、そして他の乗客は以下の悪質な事件に関する責任を認めるか。お前たちはスノーモービルで大気圏競技場に乱入して会場の秩序を乱した上、試合を中断させた。そして20名の開拓者がお前たちと一緒に3ヶ月の無償労働を行い、スタジアム外壁の激しい損傷を修理することになった。罪を認めるか。認めるよ。お前はハイアイー法律動物園に侵入した後、列車のハンコ博気分の予算を使って250匹のノーズウォーカーの幼体を購入し、それをトイレで飼い無限に増殖させた。その結果、他の車両を大量の汚水でいっぱいにするという事態を招いた。罪を認めるか。認めるよ。お前たちは食堂車のキッチンに侵入すると、そこを消毒する必要があると主張した。その後、42個の甘々パリパリサクサクパムパムパイの消失が確認された。さらに冷蔵庫上段にあった最後の列車鍋を持ち去り、車掌を飢えさせた。それは自分でやったんじゃないか。まあ確かに列車鍋は持って行ったけど。ふん、偉そうにするな。まだ言い終わっとらんぞ。それだけではない。列車のアーカイブ一括消失事件、スラーダをラウンジの植木鉢に撒いた事件、休憩時間の車掌に対する騒音攻撃事件、車掌専用おやつ保管金庫侵入事件、サンキュはトラブルを避けるため、このブランドのドリンクだけを事前制作された無境に登場させることを許可しているので。それらすべてがお前の仕業だと認めるか。ごめんね、僕は本当に世界最悪の名無し人だ。
違うぞ。まさか僕よりひどい人がいるのかい？もちろん。誰？あの列車を真っ二つに爆破したやつじゃ。この夢の泡の内容は以上となります。何か感想はありますか？これはあなたの潜在意識にある願望に最もマッチした夢の泡。繰り返し鑑賞したければ信用ポイントで購入することもできますよ。この夢の泡が高価であることは認めますが、もう少し考えてみてください。いかがですか？お買い求めになりますか？そうですか。それは残念です。またのお越しをお待ちしております。ああ、そうでした。当店で初めて夢の泡を体験されたお客様に、この記念ステッカーをプレゼントしているんです。これで無形パスポートをデコレーションして、唯一無二のピノコニーの旅を記録してください。すぐに七死人の手がかりを見つけられると思ってたけど、やっぱりそう簡単にはいかないか。あっちに逃げたぞ、捕まえろ。何？何の騒ぎ？この密航者め！ごめんなさい。手を貸して。お前ら、奴には共犯者がいるぞ。ちょうどいい。まとめて捕まえろ。全員死刑。立ちなさい。取るに足らぬ。トン！私が守る。呼吸するその感覚覚え
もういい、お前ら。その辺にしておけ。長官！ったく、お前ら何やってんだ。目を大きく開けて見てみろ。このお嬢さんは俺たちが探してる密航者か？この人は誰？知らないのか？茶色の髪、灰色のベスト。この方は調和セレモニーのためにファミリーが派遣した保安官だ。そうか。長官、我々は密航者を追っているところでして、この少女はとても怪しい。彼女に違いありません。バカ言え。もう一度よく見てみろ。目撃証言によれば犯人は銀色のやつだ。なのにお前らが捕まえたのは銀髪の女の子。銀色と銀髪を一緒だと思ってるのか？しかも客人と喧嘩までしやがって。もういい、さっさと行け。あとは俺が対応する。いや、本当に申し訳ない。大切な客人の前で恥をさらしてしまった。俺はハウンド家のギャラガ。あのバカどもは俺が育ててる子犬なんだが。まだ若いこともあって経験が浅くてな。俺の指示を誤解してピノコニーの大切な客人を犯人扱いしてしまったようだ。本当に失礼なことをした。ハウンド家を代表して心から謝罪する。すまなかった。ハウンド家は無教の番人で、ここで密航者の取り締まりをはじめとする治安維持活動をしている。先日無法者が宴にかこつけてピノコニーに侵入したという知らせが入ったんだ。今はちょうど調和セレモニー前夜だからな。実際よからぬことを考えるやつも少なくない。安心してくれお嬢さん。これはきっと誤解だ。こんな可愛らしいお嬢さんが密航者のはずがない。ありがとう。ギャラガーさんが助けてくれなかったらどうすればいいかわからなかった。なに、大したことじゃないさ。俺は他の用があるから先に行くが、何か困ったことがあったら近くにいる子犬を通して連絡してくれ。それじゃこの夢を楽しんでいってくれよな。さっきは君のおかげで助かったよ。危うく連れて行かれるところだった。本当にありがとう。今気づいたんだけど、
君って七シビトだよね。ピノコニーに来るのは初めて？君が請求列車のバッジをつけてるから、スクリーンで見たことあるんだ。君たちが銀河の各地を旅してることも知ってる。今回はファミリーに招待されてきたんでしょ？私、君を案内してあげられるよ。ハウンド家には密航者と間違われたけど、私は地元の人間なの。アイリス家の役者で、ホタルって言うんだ。まあ、ただのエキストラなんだけどね。公演がない時は、クラークス通りの近くで、ガイドの仕事も引き受けてるの。もしよかったら、いろんな面白いところに連れて行ってあげる。ちゃんと仕事をしてれば、取り締まられることもないだろうし。今日は公演がなかったんだ。ガイドの仕事も常にあるわけじゃないし、ここに来るのは上流階級のお客さんばかりで、ほとんどがお付きの人を従えてるしね。うん、ありがとう。行こう。こっちこっち。この機会にここのことを知るのも悪くないかも。夢に入って最初に行く場所といえばオーディショッピングセンター。ここの無教ショップはすごく有名なんだ。その他にもいろんなブランド品とか洋服とか流行のおもちゃ屋さんとか、それからカーディーラーまであるの。十分なルーサンコインがあればどんなものだって買えるよ。そういう商品は夢の中で使えるだけじゃなくて、追加サービスを利用すれば現実世界に持ち帰ることもできるの。でもカーディーラーの窓口は最近公開されてないから、車を買うのは別の機会にしてね。ショッピングセンターの外側は広場になってるの。こっちに来て、美味しいものをご馳走してあげる。この人にはお子様メニューは。ここだよ。夢の中では上が一番貴重なスパイスだって話、聞いたことある？ここにはピノコニーを代表する料理がほぼ全部揃ってるの。クロックピザにオークロールにルーサンサラダ、あと定番のスラーダも。好きなものを選んでね。私がおごるから。いたしまして。
した。じゃあお会計するね。私このお店のオークロールが大好きなんだ。毎日一つは食べてるんだよ。毎日一つしか食べられないの。歩きながら食べよう。次の場所に行くよ。この人にはお子様メニューは。なんで夢の中でも列に並ばないといけないの。ここがさっき言ってたブランド品のお店ね。もう少し進むとグラークストーリー、黄金の時のメインストリートだよ。東京で一番値が張る高級品だよ。高くなってる問題は結構。ほらこっちだよ。ついてきて。こっちこっち。面白いもの見せてあげる。ピノコニーの有名なキャラクタークロックボーイ。ピノコニーで一番歴史のある有名なアニメで、美しき夢の街で暮らす主人公クロックボーイとその仲間たちの冒険を描いてるの。これまでに1万話以上放送されてるんだよ。私も可愛いと思う。でも知ってる？クロックボーイのモデルってあの有名な時計屋なんだって。知らないの？時計屋はピノコニーの歴史上の伝説的な人物で、無境世界の創始者、夢を現実に変えた人なんだよ。時計屋の羊については諸説あってね、宇宙から来た商人とか三国製の囚人とか、はたまた時計屋はただのシンボルで、そんな名前の人は最初から存在しないって主張する人もいて。誰も彼の素性を知らないけど、誰もが彼の成功を再現して次の時計屋になりたいと思ってるんだ。自責は銀河に伝わり、夢を抱いた人たちが次々と押し寄せてきて、次から次へと宴会を開き、今の宴の星を作り上げた。だからピノコニーでその名前を知らない人はいない。アニメのクロックボーイは
おっちょこちょいで自慢話が多いけど、私ね、時計屋は七死人だって説を信じてるの。だって夢を開墾するってすごく開拓っぽいもん。今ふと思ったんだけど、もし時計屋が本当に七死人だったら、彼は君の大先輩ってことになるよね。ねえ、彼と記念写真撮りたいと思わない？撮りたいなら私が手伝ってあげる。スマホを貸して、私が撮ってあげる。写真写りがいいんだね。助けて、助けてみー、ここから助け象がどうかした？なんで急にジャンプしたの？
小鳥。でも私は何も見てないけど。君が大丈夫なら次の場所に移動しよう。ここからそう遠くないからついてきて。夢はもう目。あの遠くの建物が見える？あれが有名な大劇場、ピノコニーのもう一つの重要なランドマークだよ。すごく独特な輪郭をしてると思わない？現実世界ではあれはアスデナの中央監獄だったの。それをファミリーが無境の中で回収して、今みたいな光り輝くピノコニー大劇場になったんだ。建てられた時から大劇場は夢の世界のために調和の歌を奏で続けてる。そして一琥珀期に一度の調和セレモニーでは、ファミリーのメンバーが劇場に集まってハルモニア聖歌隊を迎え、ピノコニーに永遠の平和の祝福をもたらすの。私たちがいる場所はまさに黄金の時の最高の展望ポイントなんだ。ほら、ここには特別に望遠鏡が設置されてるでしょ。もうすぐ金琥珀期の調和セレモニーが始まるから、早めに席を取りに来てね。次は楽しく遊べる場所に連れて行ってあげる。
この先はスラーダレクリエーションエリア、エディオンパーク。ここは人が多いからはぐれないよう気をつけて。一番規模の大きい公園で、ピノコニーのソーダ文化のシンボルでもある。あの超巨大なソーダボトルがスラーダ社の本社ビルだよ。起源は監獄時代に流行った甘い薬で、スーサさんが発明したからスーサ水って名前が付けられたんだって。それから青函商人のエディオンがビジネスチャンスを見出してスーサ水のレシピを買い取ったの。彼はそれに大量の気泡を加えてスラーダと名前を変え、さらにシロップ主義を打ち立てた。スラーダを飲むことは新しい生活様式だと主張して、それによって今日の奇跡的な成功を収めたんだ。知ってる？スーサ水の最初のレシピでは夢見草っていう今では絶滅した原料が含まれてたの。だから今ではピノコニーの夢でしか初代スラーダを味わえないんだよ。それにここでしかシロップ主義の本当の意味を理解することはできない。時間は人を待ってはくれない。早速だけど、いろいろ案内してあげる。この自分たちを演奏してる楽器は、スイートドリピノコニーの夢では、多くのものや設備が屋室の影響を受けて自我を持ってるの。それがファミリーに飼いならされて、ゲストのためのスイートドリーム劇団になったんだ。でもそうしたものも危険な感情や記憶に影響されて、あちこちで悪さをするナイトメア劇団になっちゃうことがあるから、うっかり遭遇したら必ず近くの警備員に助けを求めてね。あそこにアトラクションの管理人さんがいる。エディオンコインをもらってきてあげるね。それがあればアトラクションで自由に遊べるから。管理人さん、こんにちは。私の友達は初めてピノコニーに来たんだけど、彼女のためにエディオンコインを交換してくれない？もちろん構いませんよ。無教パスポートを見せていただけますか？氏名は、はい、パスポートとコインをどうぞ。楽しい時間をお過ごしください。コインは
全部で何枚ある？全部で10枚ですね。これでピノコニーのいろいろなアトラクションを存分に楽しめますよ。ありがとう。ほら、近くのアトラクションを体験してみよう。とりあえずの目標はコインを全部使い切ること。うん、思いっきり遊ぼう。どれから遊ぼうかな。君は初めてここに来たわけだし、一番簡単なやつから始めよっか。夢の並び替えとかラッキールーレットなら簡単に遊べると思うよ。足りない？どこでチャージすればいいんだい？アミューズメントマシンを叩かないようお願いします。ポイントが足りない？どこでチャージすればいいんだい？今度こそは。休憩しない？楽しんでる？この夢の地、ピノコニーの黄金の時ってすごいと思わない？だよね、慈愛に満ちた寛容な夢、まるでファミリーそのものみたい。
大で深くて、まるで大海原のように名もなき小さな人もその中では安心して眠ることができる。君が助けてくれたこと本当に感謝してるの。そのおかげで私はこの楽園を紹介することができるから。私はここに属さないけど、ここは私を受け入れてくれた。私もここを愛しているから、他の人と共有したかったんだ。私は少なくとも今は。そのもう少し近くに来てくれる？もっと近づいて、君に聞きたいことがあるの。ねえ、君はピノコニーに一人で来たの？あ、そうだったんだ。気づいてるかどうかわからないけど、私さっきから君を連れて遠回りしながらいろんな場所を案内してるの。それは、誰かが君の後をつけてるから。振り返らないで。彼のターゲットが君なのは間違いない。私たちがギャラガーさんと別れた時からずっとついてきてる。君の友達かなとも思ったんだけど、なんとなく違う気がして。その人の身長は180センチ前後、誤差は2センチ以内。体格はたくましくて、明らかに鍛えてるのがわかる。歩幅は大きいけど足音は聞こえない。とても軽快で、こういう歩き方は足跡が残らない。彼は戦闘に長けてるみたい。特に秘密裏に行われる戦闘に。手のひらは大きいけど指は細長くて柔軟。多分刃物の扱いに慣れてるんだと思う。短剣とかナイフとか。そういう人知り合いにいる？ワインレッドのコート、グリーンの瞳、ダークブルーの髪。あ、来た！おや、僕の大のお得意様、開拓者のお姉さんじゃありませんか。本当に久しぶりですね。まさかここであなたにお会いできるとは思いませんでした。いやはや本当に運がいい。はい、あなたの親友サンポです。正真正銘本物のね。僕に会ったことがそんなに意外ですか？これもすべてあなたのおかげ。ヤリーロ6の門戸が開かれたんですから。この人は？おや、美月さん、僕のことを忘れてしまったんですか？
ベロブルグではあんなにあなたたちを手伝ったのに。私はホタル、アイリス家の役者だよ。ああ、そうでしたか。やっぱり。それほど時間が経ってないのに、こんなに大きく顔が変わるわけありませんもんね。お会いできて光栄です。僕は散歩。彼女の古い友人です。よろしくお願いしますね。もうそんなこと言わないでくださいよ。冷たいな。サンポさんはピノコニーで何をしてるの？何をしているかって？あははお嬢さん、面白いことを聞きますね。あちこち歩き回って白昼夢を見て休暇を過ごしているだけですよ。ピノコニーで他にできることなんてないでしょ。あ、そうそう、ちょうどよかった。せっかくピノコニーで会えたんですから、よければ僕にこの近くを案内させてもらえませんか。あなたたちのことはずっと観察していました。ホタルさんは本当にピノコニーのことをよく知っているようですが、大人の遊びについては僕の方が一枚上手かと。大人の遊び？どうやら図星のようですね。さあ二人とも、この散歩が大人の世界を体験させてあげましょう。サンポさん。ホタルさん、何を心配しているんですか？安心してください。誓って公序良俗に反することではありませんから。反対側に行くには長い距離を歩かなければなりません。二人ともピンボールマシンで対岸までジャンプしましょう。ピンボールマシン？この子はまだ無境に慣れてないから危険だと思うけど。危険？ホタルさん、これはファミリーの美しい夢。どこに危険があるというのですか？夢の中だからこそスリルを求めないと。さあお姉さん、あなたならできると彼女に証明してあげましょう。
ここは商業エリアの仮想？ええ、僕たちが行こうとしているのはこの先にあるピピピピシのサロンです。このサロンは少し変わっていて、ピピシ人以外は VIP カードを持った顧客しか入れないんです。ま、この散歩にできないことなどありませんが。飲みすぎだぞ、大丈夫か？おや、用心棒のお兄さん、また会いましたね。うん、ああ、あんたか。また来たのか。はい、今日は友人二人とここで遊ぼうかと思いまして。サロンの席はまだ空いていますか？何人だ？三人です。VIP カードを見せてくれ。はい、どうぞ。その友達二人のカードだ。あんたのもう見たからな。あー、それは僕の友達は初めて来たんですから、 VIP カードなんて持ってるはずないじゃないですか。僕のカードで融通を聞かせてくれませんか？この二人の身元は間違いなく信頼できると僕のカードで保証しますから。それは無理だな。ルールを破るわけにはいかない。カードがないなら帰ってくれ。入れないみたいだね。
慌てないでください。何か方法を考えますから。あ、そうだ、用心棒のお兄さん、こうしましょう。僕たちは中に入らないので、代わりにあるものを取ってきてもらえませんか。以前ここに預けたものなんですけど。裏切りを選んだ瞬間、疑念の暗雲、死んでも消えない恨み、ボマーのお姉さんにピエロが用意した素材だと伝えてください。きっとそれで理解してくれますから。強烈な感情ですよ。どうやって使うかについては今は秘密にさせてください。わかった、彼女に伝えてくる。あんたたちはここで待ってろ。ほら、取ってきたぞ。彼女はそれだけじゃ足りないから、ついでに砕けた夢も一個入れたと言ってた。どうするかはあんた次第だってな。あはは、やっぱりお姉さんは気が利きますね。ありがとうございます。これってあと一つになりました。近くのアーケードゲームを探さないと。あ、これは運がいい。サロンの入り口に一台ありますね。行きましょう。あなたたちに面白いものを見せてあげます。捨てられてるの？あはは、違いますよ、ホタルさん。これはアーケードゲーム。それもパンクロードのような電子ゴミではなく、もっと無境の雰囲気にマッチしたゲームなんです。
さあお姉さん、試しに触ってみてください。何が起こるか見てみましょう。ねえ、なんとなくっていうか、ただの直感だけど、このテレビなんか怪しい感じがする。これはファミリーのものなんですから、怪しいところなんてあるわけないじゃないですか。ま、やりたくないというなら構いません。僕が。本当にすごくかっこいいですよ。それでどうして彼女はこんなことになっちゃったの？わかりませんか、ホタルさん。彼女はさっきこのテレビに吸い込まれ、ブラザーハヌと体が入れ替わったんです。待ってください、もう少し詳しく見てみますから。見てください、これはちびっこハヌの大作戦。ストーリー紹介によると、ボスストーンの不思議な装置によって体を小さくされた主人公はハラハラドキドキの大冒険を繰り広げながら、小さな体で美しき夢の街を救わなければならないようですね。このブラザーハヌがアニメでやっていたことを再現するか、もう一度このテレビに触れなければ元には戻れないようです。
ここに入り口から入って冒険を始めると書かれていますね。そこから中に入って挑戦を始める必要があるようです。応援してるからね。頑張ってください。Thank you.
に戻ったんだね。ですが、まだゲームはクリアしていませんよね。お願いします。あなたたちに面白いものを体験してもらうにはアーケードゲームのクリア報酬が必要なんです。